すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、このホールは右側にずっと池があり、第1回優勝者の和田純選手が第2回目首位で来ていたところを2回池に入れて鉢を叩いてしまったドラマホールです。フェアウェイ左にナイスショットでした。お、止まった。やばくない？150ヤードくらいしか飛ばない。左カート道方面です。フェアウェイに乗りました。石山選手17番パー52打目です。ナイスショットでした。やばい。もうワンちゃんやばそう。いや、やばい気がする。あ、てかあゆみ先輩のあります。右側が池プラス途中で水が交差してます。フェアウェイを、水を避ける距離で打てなくてはなりません。うまくレイアップしました。ナイスショットです。フェアウェイ真ん中です。石山選手残り161ヤード。ちょっとかぶったショット、ショートでした。風がかなり出てきています。ちょっとバンカーに入ってしまいました。左バンカーです。これはピン方向に行ってます。ショートです。やはり上空に風があるようです。先ほども説明しましたが、この17番はかなりドラマホールで、ご覧のようにフェアウェイの右側はずっと池、その池が、左カーブして、途中で、フェアウェイを横切っているので、戦略を距離的に考えなくてはいけません。また左も、山で OB があるので非常に難しい設定になってドラマホールになっています。15ヤードのアプローチショットです。ピンが手前のため落としどころが難しいショットになります。ナイスアプローチ。熊倉選手のボールは石山選手よりも 2,3 ヤード先にあります。これも同様、ピンが手前のため落としどころが難しいショットとなります。入れ、ナイスショー。バンカーショットです。
813ヤード。ちょっとショートでした。パーパットです。ナイスセーブ。ありがとうございます。ナイスアップアンダウン。イエーイ。喜びてください。ナイスパー、ナイスセーブ。最終18番ホール、パー4、399ヤードです。吹き流しが目標です、今右バンカーの距離をチェックしてみます、右端のバンカーは200ヤードで入ります。リコと大好きなカメラがいるよ。めっちゃ231ヤード右は入る。一回ポーズしときなよ。だってもう今から満点の意味だ。今日のポーズいきます。これもう一回やってよ。全力でやんない。やだやだ。もう一回やってよ動画で。ちょっとカットしてくれ。試合なんですよ。はい、やったあとナイスショットだったらやりますね。じゃナイスショットです。どうどうどう、釣りたいがためにナイスショットか。いいんじゃないいいんじゃない。ナイスショット。やんないと。やんなきゃ。え、何がですか。ポーズポーズ。はいはいはい。動画ですか。ちょっとあんまりよくなかったんで。いいよ。でもナイスショットはバレないよ。うん、今はいいじゃん。いいね、明るくてこの組は。ちょっと左に行ってます。フレンドリーバウンスになるか。あ、戻ってきてますが、カート道。あ、これはナイスショットです。フェアウェイ左にナイスショットでした。ポーズしなくて。ちょっと右にずれてます。バンカー方面でした。方向はいいですが、かなり風が吹いててショートになってしまいました。お、ピンに向かってまっすぐ飛んでます。あとは距離だけ。ナイスオン。石山選手バンカーに入ってしまいまして、超アゴ近いショット、難しいショットになります。さて、この球をどう処理してくれますか。楽しみです。ちょっと強すぎました。中古ヤッタのアプローチ。よさげです。入れ入れ。
ちょっとオーバーしてしまいました。石山選手ボギーパットです、惜しい。今最後の取れ高が見えると思った。最悪、今日はそういう日だな。平気です。またいで平気です。いいよ。うわ、さあパーパットでパーで締めたいところです。ナイスパー、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今日は80でした。前半からずっとちょっとパターが入らなくて、でその流れでショットも悪くなっちゃったんで、次回は優勝を目指して頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ミッションヒルズ目指して頑張ってください。頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日のスコアいくつでしたか？76でした。はい、最終ホールでダボを打ってしまい、ちょっとなかなかうまくスコアがまとめられませんでした。17、18難しかったよね。そうですね、17はどうにか耐えたんですけど、18はちょっと耐えられなかったね。ちょっと、はい、なんか運も悪かったですね。バンカーが結構今日足跡にはまったりとかしてて。それは一つ見ました。残念でした。はいはい、次回頑張ってください。はい、次回はまた頑張ります。はい、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。今日は75でした。前半からすごい悪かったんですけど、何度か耐えてカウントバックっていうこともあり、最終ホールでいい感じのバーディーチャンスつけたんですけど外れてしまい、それがもう本当にとても今日の中で一番悔しいので、その次回のために外れたんだって思ってまた頑張ります。賞金もらえる可能性あるよ、3オーバーだったら。でもいくらですか？分かんないけど覚えてないよ。黒字にはしたいです。リアルすぎるんだよコメントがリアルだよ次回はやっぱ優勝したいなって思うので、アメリカにも行きたいんで頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お名前は？中西夏実です。今日スコアは5オーバーでした。77です。うん、まあもしかしたら入賞できるかもしれないんで、もうちょっと待っててください。はい、夏実ちゃんとは去年のアメリカ USLPGA の Q スクールの、ミッションヒルズで、知り合って、一緒に焼肉食べて合宿して、ミッションヒルズ回りました。はい、残念ながらちょっとぶったたいてしまいましたが、はい、今年の抱負をお願いします。そうですね、今年も挑戦して、で1時はクリアして、で2時も何でしたっけ、エピソン、2時をクリアすればもう間違いなく、あ、クリアしたら LPGA の下部ツアーのエプソンツアーには出てます。はい、エプソンツアーに出れるようにしっかり調整して頑張りたいと思います。すごいさ、大変な世界だから、はい、今うちの契約プロの萌香選手が出てますが、チャンネル見て、彼女のがどんだけ奮闘してるかっていうのをちょっと見てあげてください。はい、わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。谷田ゆりかです。36、39の75でした。今日のラウンド後半が少し風が出てきて、前半課題だったセカンドの距離感がやはり合わなくなっていたのが原因だなと思ってます。でも素晴らしいコンディションでできたので、また次に向けて頑張ります。笠原選手、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日は前半1オーバーで後半4オーバーのトータル5オーバーでした。はい、前半からちょっといい
ショットができていなくて、後半巻き返したいなと思ったんですけど、後半もちょっと、いい動きができなかったので結果につながらなかったなっていう感じです。苦手なコースではないので、またここでリンゴルフの試合あるときはまた頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張って、ミッション期日にご来場してください。一応2位と優勝してるので、一応ポイント稼いでるんで頑張りたいです。頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。